皆様お待たせいたしました。ただいま相川一郎が駆けつけてまいりました。相川一郎待たせていただきました。それでは今日はお忙しい中議員の皆様にお集まりをいただいておりますので、議員の先生方マイクを回させていただきます。皆さんおはようございます。岡山県議会議員の畑井洋二でございます。10月4日の日に9月定例会の最終日がございまして、300億円のコロナ対策補正予算を議決したんでありますが、あの思い起こせば3年前の西日本豪雨の時に1200億円を投じて旋回市をはじめ災害復旧に当たったわけでございますが、実は昨年3月に初めてコロナ対策費を計上してからわずか1年半で2223億円という予算を計上いたしました。まあ、それがために現在県政の財政は大変逼迫している状況にございます。皆さんの貯金にあたる財政調整基金というのは残りわずか36億円という誠に貧しい状況でございます。この時これからまさしく今災害が頻発化している、あるいは激甚化している時に、我が岡山市のみならず岡山県の災害備えるための激甚対策というのをこれから進めていかなければならないわけでございますが、財政逼迫の状況の中、いよいよ国に対してしっかりとお願いをする時に、全国知事会あるいは全国議長会を通して国からお金を引っ張ってくれる、その力のある議員の方がいるわけでありますが、もちろん岡山市にあってはそのバトンタッチこそ、バトンの役割を果たしてくれる人こそ相沢一郎先生であります。先生の長年にわたる経験、そして幅広い人脈、国会や内閣におけるまさに重鎮としての相沢先生が本県の財政運営にも大きな力を及ぼしてくれる、また自然災害からこの本県を守るためにも相沢先生の力がなくしてはできないことであります。残り1週間となりました。ぜひとも相手候補を倒し、決して敗れた人がその復活、死んでる人が生き返るような、そんな話にならない選挙にして、圧倒的多数を持って圧倒的差をつけて相沢先生は勝たなければならない、勝たせてあげなければいけない、そんなふうに思います。限られた時間はわずかであります。どうか皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます。公明党経済議員の松川でございます。この長期化するコロナを克服して経済、生活を再生するにはやはり自公政権しかありません。その与党の中心で頑張っていらっしゃるのが相沢先生でございます。私たちも相沢先生と一緒にこの戦い抜きまして大勝利していただけるようにしっかり最後まで頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。共に勝たせてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。公明党県議会議員の荒島でございます。もう今は毎日が投票日であります。どうかお集まりの皆様には毎日、今日はみんな一旦言うて声かけをですねお願いできたらと思います。相沢一郎先生を応援する仲間の一人として心よりお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。自転車通ります。気をつけてください。自転車通ります。ご出向中の皆さん、相沢一郎先生、選挙戦いよいよ中盤を迎えて一生懸命頑張っております。私は岡山市議会議長を務めております、和気と申しますが、岡山市政の発展のためにも相沢先生の力がぜひとも必要であります。国から、あるいは国のパイプ、地方にきちんとしたパイプがなければ
岡山市政は伸びてきません。市で税金でやっていけるというふうにはなってないんです。都市経営は国からのお金、国からの事業、このことで成り立っているところが大変大きい。今までも相田先生に大変にお世話になっておりますけれども、加えてこれからの岡山市政、さらにさらに相田先生に活躍をしていただくということが欠かせません。どうぞ皆さん方、このことをしっかりご認識をいただき、相田一郎よろしくお願いいたします。ありがとうございました。岡山市議会議員の北区選出の柳井博史と申します。本当に、皆様方お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。政令市岡山は国の協力なくして成長発展はございません。これからの岡山市成長発展を目指すには人口も今の数は絶対確保しなければなりません。これからは人口が減ってしまいます。どうしても減っていきます。できるだけ岡山市中心部に人口を寄せ、そして経済を潤す、成長発展をさせる、そのためには相沢一郎候補が絶対にここで、自民党の相沢一郎がここで当選しなければ未来の岡山は絶対に成長はありません。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。失礼をいたします。私は県北の三崎町から参りました、三崎町長の青野隆治と申します。ありがとうございます。相沢先生、いつも災害あるいは大雨などあった時に必ず翌日にどうだったか、大丈夫か、力になれることがあればということで、ご連絡をいただきます。3区の国会議員に学んでほしいなというぐらいこまめにしていただきます。そうした気持ち、本当にいつも助けていただいて嬉しゅうございます。少しでも力になればという思いで今日お邪魔をさせていただきました。どうぞ一区の皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それではここで相沢一郎本人より皆様にご挨拶をさせていただきます。皆様おはようございます。駅前の街頭からご挨拶を申し上げます。衆議院議員候補の相沢一郎でございます。自由民主党公認、公明党推薦の前から私が岡山1区から立候補いたしました相沢一郎でございます。激しい厳しい衆議院選挙、12日間の戦いでありますけれども、今日は6日目の朝であります。今日で前半の6日目を終える、そしていよいよ勝負をかけた後半の戦いに入るわけでございます。今日は岡山駅前に同志の県議主義の先生方、また三崎町からわざわざ青野町長、本当にありがとうございました。また大勢の講演会、また同志の皆様がこうして激励に集まっていただきました。そしてマイクの私相沢一郎の声はこの桃太郎大通り、また駅前町本町町内会の皆様のお耳にも届いていることと思います。政権を選択をする大切な選挙であります。責任ある政治、答えが出せる、結果が出せる政治、相沢一郎はさらに頑張ってまいります。また向こう4年間、そしてこれからの日本の政治を託していただくのは自由民主党、自民党、公明党の連立体制にこそある。そのことを力強くお伝えをさせていただいております。新型コロナウイルスとの戦い、引き続き私たちは緊張感を持って臨んでいただくてはなりません。国民の皆様の協力をいただく中でワクチンの効果も上がってまいりました。昨日の岡山県下全体の新規感染者は2人、おとといも同様に2人でございます。
幸いなことに岡山市からゼロとの報告を聞いております。しかしここで油断がないようにしようじゃありませんか。引き続きマスクや手洗いのことを国民の皆さんに訴えかけながら、もうすぐ治療薬も私たちは手にできる、しっかりとコロナを抑え込む、これからも政治の指導力を発揮をしてまいります。そして私たちは政策の主眼を日本経済の復活、最初に大きくシフトを切ってまいりたいと思います。コロナの影響を受けて居酒屋さんをはじめとする飲食の方々、本当に途端の苦しみの中にこの 1.2 年あります。協力金を出させていただいた、しかしそれは十分ではなかったということも私たちはよく承知をいたしております。観光客はほとんどゼロ、観光バスは観光乗りがなく、公共交通もステイホーム、あるいはテレワーク、またオンライン授業ということで大きく需要が減退をする、こういったコロナの影響を受けて傷んだ一人一人の国民の皆様方の暮らしや生活、また事業者の方々を引き続きしっかりとサポートし支援をしてまいります。そして新しい成長、新しい繁栄のために必要な投資を積極的に行っていく、民間設備投資を引き出していく、また必要な防災力、減災力強化を中心に公共投資も積極的に行っていきたいというふうに思います。そして中長将来を見据えてカーボンフリー、二酸化炭素と決別をする社会を作る、こういう決心をいたしました。新たなテクノロジー、技術革新が必要となります。思い切った政策展開、思い切った投資で新時代を突き上げていく、逢沢一郎はエネルギーの問題、逢沢一郎は強化力の問題に取り組んできた、しっかりと未来を築いていくことを心からお約束を申し上げます。さてしかし、そういった我が国の安全保障環境はどうか。今世界は大激動に入りました。1945年第二次大戦が終わってから76年目の今年でありますけれども、世界を最も危険な、最もリスクが高まった、そういう状態、環境にあることを国民の皆様にも率直にお伝えをしなければなりません。中国の脅威から、北朝鮮の脅威から、日本の安全を平和を守り抜く、領土領海領空、国民の皆様の生命身体財産を守り抜く、これこそ国政の最も大切な役割、仕事でございます。北朝鮮の核開発、ミサイルの開発、この水準は驚くべき水準に今達しようとしている、そのことを注視をしなければなりません。また数日前の報道で私も本当に驚いたわけでありますけれども、中国は音のスピード、音速の5倍を超える新たな超極音速ミサイルの開発にほぼ成功した、場合によってはアメリカの技術を上回るかもしれない、こんな指摘も出されております。中国からの脅威、北朝鮮からの脅威、これに対するために自衛隊や海上保安庁の能力の強化や充実、どうしても国民の皆様の理解やまた納得、協力をいただく中で切っていただければなりません。逢沢一郎は外交の、逢沢一郎は安全保障問題の専門家、責任者の一人として、しっかりと日本国を守り抜く、そして我が国に外資が忍び寄る、こういったリスクにも最大限の注意が必要でございます。原発周辺の、あるいは自衛隊周辺の土地がよく調べてみれば外資によって買い占められる、こういうリスクも発生をしているということ、日常的にサイバー攻撃、サイバーテロ、こういった脅威にも我が国の高官庁、あるいは民間事業者、民間企業さえその標的にされているという現実、このことにしっかり目を向けながら日本の経済安全保障をしっかりとした対処をしていく、
逢沢一郎も頑張ることを約束をさせていただきます。さて皆さん、私にとりましても、そして皆さんにとりましても、この政令指定都市岡山、かけがえのない岡山の町であります。そして47都道府県の中で最も住みやすい都市と言われているこの岡山県の未来、しっかりと築き上げていかなくてはなりません。逢沢一郎は岡山出身の国会議員政治家でございます。岡山市の発展に、岡山市の未来のために、これからも今まで以上に汗をかいてまいりたいと思います。道路をはじめ必要とするインフラの整備、晴れの国岡山といっても災害と無縁ではありませんね。3年前の豪雨で多くのことを我々は教訓として学び取りました。マビの安全も大事でありますけれども、しかしこの岡山市や岡山県中央部を考えれば、浅井川水系の安全の確保、これまた視覚的に重要であります。浅井川ダムはできて非常に古いダムでありますから、事前放流にも限界がある、このことが明らかになってまいりました。中秋豪雨の予報が出たときに、浅井川ダムの水位をできる限り下げておく、まあ、当然の処置でありますけれども、必ずしもそれができない構造になっている浅井川ダムを全面改築をする、そのことも決定をいたしたわけであります。一つ一つの事業を進めていく、答えを出す、そのことを通じて県民や市民の皆様の安心や安全をより確かなものにしていく、これも逢沢一郎の大切な役割でございます。皆さん、一つ一つの仕事を着実に私逢沢一郎は進めてまいります。岡山一区はたった1議席であります。一人しか当選できない小選挙区制度、私の選挙区はこの岡山市北区と南区、そして日比中央町でございます。限りないご理解とご声援、逢沢一郎、自民党公認、公明党推薦の逢沢一郎に賜りますように。小選挙区は自由民主党の逢沢一郎、そして自民党公明党の連立体制をより確かなものにしていくために、比例代表、比例区においては公明党、公明党とぜひおかけをいただきたい、投票をいただきたい、心からお訴えを申し上げます。自民公明で最大限の議席を確保する、それが日本の未来を安定させ切り開いていく唯一の政策であります。今立憲民主党と共産党は蜜月状態に入ってまいりました。がっちりと握手をし、選挙協力が進んでおります。岡山県においても2区と4区では共産党が候補者を取り下げて立憲に支持を収集をする。まだ岡山1区では共産党の候補はいらっしゃいますけれども、しかし世論調査の数字を見ていれば、共産党支持者もかなりの割合で立憲に支持を振り返っている、そういう現実が伺えます。最大限の注意と緊張感を持ってこの選挙戦戦っていこうではありませんか。お一人お一人の皆様の大きな逢沢一郎、そして自民公明に対するご支持を心からお伝え申し上げ、街頭からの私逢沢一郎のお伝えとさせていただきます。逢沢一郎、逢沢一郎、頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆様ご清聴ありがとうございました。逢沢一郎本人がマイクを持って皆様に訴えをさせていただきました。そして本日お忙しい中、県議会、市議会の先生方、多くの皆様にお集まりをいただき、激励のお言葉をいただきました。ありがとうございました。そして岡山駅前の地域の皆様、本当にありがとうございました。逢沢一郎、逢沢一郎です。